プロ野球にはルールブックに載っていない暗黙の了解があります。例えば6点差以上離れている場面で盗塁やバントをしない、投手の打席で内角攻めをしないなどです。しかしその暗黙の了解を破った選手がいます。当時西武ライオンズのルーキーだった牧田和久投手が当時楽天の山崎武史選手に掟破りの行為をしてしまいます。その行為に対し山崎選手は牧田投手に激怒。ところが牧田投手は正論で論破します。果たして両者の間にどんな出来事があったのでしょうか。今回は牧田投手と山崎選手の事件を振り返りながら、暗黙の了解が起きた原因、さらに牧田投手の山崎選手に対しての正論を見ていきます。牧田投手のアンダースロー。まずは牧田投手のプロフィールをご紹介します。牧田投手は1994年11月10日生まれの静岡県出身です。幼い頃から野球を始め、ピッチャーとして頭角を現します。高校進学後にアンダースローに転向し、大学時代はエースとして活躍。大学2年生の時には大学日本代表として日米大学野球選手権大会にも出場しました。大学卒業後は社会人野球でもプレー。2010年のドラフト会議で西武ライオンズから指名を受けてプロ生活をスタートさせます。牧田投手はプロ入り後もアンダースローの投手として活躍しますが、高校時代にアンダースローにしたことには理由がありました。当時牧田投手はボールにスピードがなく、ごく平凡なピッチャーでした。そんな時、高校の野球部の監督からアンダースローにしてみろと言われて投げてみることに。アンダースローで投げた牧田投手のボールはなかなか良かったようで、以降牧田投手はアンダースローに転向するのです。周りに140キロを投げる本格派の投手がいたことが、牧田投手がアンダースローに転向するきっかけとなりました。牧田投手と山崎選手の問題の対戦。牧田投手は地面すれすれから繰り出すアンダースローを武器に、ルーキーイヤーの2011年から先発ローテーションに入ります。開幕後3登板で白星はなかったものの、防御率 2.78 とまずまずの調子を維持していた牧田投手は4試合目の登板を迎えます。楽天との一戦に先発した牧田投手、当時楽天の4番として開幕から好調を維持していた山崎選手を徹底マークして2打席2奪三振と封じ込めます。牧田投手のリズムのいい投球でスコアボードには0が並びました。そして7回裏の山崎選手との対戦、ここで牧田投手はランナーなしの状態であるにもかかわらずクイックモーションで投球をします。この予想外の投球に対して山崎選手はタイミングが合わずに三振してしまいました。試合後に山崎選手はあるスポーツ紙からの取材に、立ち合いが成立していない、まだ投げると思っていないんだから、ルール上は良くてもマナーとしてはどうなんだと苦言を呈します。山崎選手としては
ランナーがいないのだからクイックで投げる必要がないという意味でしょう。その試合で山崎選手はノーヒットの3三振と全く牧田投手を攻略できませんでした。そのためファンの間では自分自身の能力不足を責任転嫁しているだけなど否定的な意見が目立ちました。一連の騒動に対して元プロ野球選手はクイックで投げてくることを想定して打席に入らなければならないだろう、マナーの問題ではない、逆に打っていれば何も文句は言われていないわけだからね、三振へのクレームでしょと語っています。さらにこの試合は2対0というロースコアの展開であったことから暗黙のルールには該当しないだろうという声も多く上がっていました。牧田投手は後に行われたインタビューで当時の心境を語っています。試合中にお前ふざけるなよと言われました。ただ何に怒っているか分かりません。僕は相手を抑えるために工夫しているだけです。クイックもルール違反じゃないし、それを新人だからダメって言われても困りますよねと述べました。インタビューの内容から牧田投手はプロ初勝利のため、また打者を打ち取るためにクイック投法を行っただけであることがわかります。この騒動はこれで終わったかに思いましたが、続きがあります。その年のオールスター戦で山崎選手と当時ソフトバンクの小久保裕紀選手が牧田選手に注意をしたとの報道がありました。実際は他愛のない談笑だったようですが、ベテラン選手2人から言い寄られたら生きた心地がしないでしょう。ちなみにオールスターでもクイック投法を駆使して巨人の坂本勇人選手にも挑んでいました。この年牧田投手はシーズン途中から抑えに転向、最終的に5勝22セーブの活躍で新人賞を獲得しました。牧田投手のクイック牧田投手のクイックは何がルーツなのでしょうか。そもそもクイックは足をマウンドからスライドさせるように投げたり、あらかじめ膝を曲げて重心を低くしたりして投球動作を簡素にして投げる投法です。クイックをすることで盗塁を防ぐといったメリットがあります。一方で直球のスピードやコントロールが劣化する傾向があります。牧田投手は自らの投球スタイルについて、スピードガンの表示速度以上に見せるキレと技術を大事にしていると語っています。つまり牧田投手は球速を速く見せるためにクイックを活用したのです。近年のプロ野球では150キロを超えるスピードボールを投げる投手が各チームに存在します。大谷翔平投手、佐々木朗希投手などは160キロを超える直球を投げ込みます。対する牧田投手は140キロにも満たないストレート、現代のプロ野球の投手としては見劣りしてしまう球速ですね。そこで牧田投手は遅い打球を補うためにカーブなどの変化球に加え、クイックで打者のタイミングを外す技術を身につけたのです。とあるインタビューで牧田投手は次のように答えています。打者はタイミングでスイングすることに気づきました。そして投球フォームの中で強弱をつけることを考えました。
クイックだと打者はすぐにボールが来るので差し込まれて打ち取れるんですと、自らのクイックでの誕生秘話を話しました。そして牧田投手は打者を打ち取るウイニングショットがないことを自覚していました。だからこそ自分のボールを早く見せるために工夫をして、相手に考える時間を与えないクイックを新たに生み出したわけです。ちなみに牧田投手のクイックのタイムは、始動からキャッチャーが捕球するまで平均 1.1 秒、プロ野球平均の 1.2 秒を上回っています。そのクイックの速さに2017年侍ジャパンの合宿の際に藤浪晋太郎投手は、お金を払ってでも見たいと見惚れたほどです。牧田投手はクイックの練習方法についても工夫が見られます。相手と2人でキャッチボール中にストップウォッチでお互いの時間を計測します。3秒、6秒、10秒と時間を決めて、素早く投げたり遅く投げたり、いろんな時間で投げていますとコメントしました。このような思考を高く評価した人物が野村克也氏です。野村氏は自身の著書である野村の見立ての中で、牧田投手のクイックについて次のように述べました。社会人から上がってくるトップレベルの投手は、トーナメントで生き残るための負けない技術を持っている。山崎は気に入らなかったようだけど、私から見れば無形の力の一つです。この野村監督が言う無形の力とは、文字通り形のない力のこと。分析、観察、洞察を無形の力と定義している野村氏は、牧田投手の考える力と打者を観察する力を高く評価したわけです。このように社会人時代の発見から始まった牧田投手のクイック、試行錯誤を繰り返した末にプロの打者に通用したことが、さらなる自信へとつながっていったのです。牧田投手と山崎選手の本当の気持ちとは、牧田投手は山崎選手との対戦の後にこう語りました。良いバッターを抑えるためには、やれることをやらないと抑えられません。自分のやるべきことを全うした結果、そのように牧田投手は語ったわけです。山崎選手はホームラン王を2度獲得するほどの一流バッター。それだけに牧田選手もどうやって抑えるのかを必死に考えていたのでしょう。当時バッテリーを組んでいた住谷銀次郎選手は、牧田さんは山崎さんにクイックのことを言われて相当イラついていましたと牧田選手の本音を明かしたのです。一流打者を相手にしたルーキーの牧田投手は、暗黙の了解などを考える余裕がなかったのでしょう。そもそもクイックなどを駆使した投球スタイルが自分の真っ向勝負と考えていたのかもしれません。一方の山崎選手は、1年目の新人があんなの使いやがって100年早いよとコメントしています。このコメントを素直に受け取ると、山崎選手が牧田選手に注意したと感じるところです。メディアなどの報道もそのようなものでした。しかし2013年の WBC の日本代表に牧田投手が選ばれた際に、山崎選手は、クイックなんてしなくても抑えられるピッチャーだよとコメント。バットが出ないほどの制球力、
さらにストレートと変化球の緩急、それだけでも十分に勝負できるのだから、そこを磨きなさいという山崎選手らしい牧田投手へのエールでした。当時の山崎選手は現役生活も晩年に差し掛かり、引退の2文字もちらつき始めていたようです。だからこそ1打席でも多く魅力のあるピッチャーと対戦を楽しみ、小細工なしでの真剣勝負を楽しみたかったのかもしれません。報道が一人歩きして、何か山崎選手の悪事が広まったような対戦でしたが、実は山崎選手も牧田投手も対戦を楽しみたかっただけなのです。暗黙の了解が原因で起きた他の騒動。プロ野球では暗黙の了解が原因で他にも騒動が起きています。2007年4月19日のヤクルト対横浜の一戦で、暗黙の了解が原因で騒動が起こりました。この試合の主役は当時ヤクルトの兼任監督として出場していた古田敦也選手。捕手として史上5人目の通算2000試合出場を達成するメモリアルな一戦でした。ところが試合は7回表までに横浜に11点の大量リードを許す展開。これほどの大量得点で盗塁はしないという暗黙のルールがありました。しかし横浜の石川武弘選手が二塁へ盗塁をしてしまいます。この盗塁に怒った古田選手は、何しとんじゃボケと暴言を吐き、両チームに険悪な空気が流れます。その後ヤクルトの遠藤正孝投手は内川誠一選手へ背中を通す投球、村田修一選手には頭部へのデッドボールを与えます。この行為に横浜ベンチも黙ってはおらず、両チームがマウンド付近に集まる事態となりました。もみくちゃの乱闘になったものの、幸い怪我人や負傷者は出ていません。遠藤投手は頭部へのデッドボールを与えたため危険球で退場、古田兼任監督は暴言によって退場。古田兼任監督にとっては何とも後味の悪いメモリアル試合になってしまいました。内川選手の背中を通す投球、村田選手への頭部支給がいずれも報復かは分かりませんが、それを疑われても仕方ないタイミングですね。横浜側が暗黙の了解を破ったことによって、恐ろしい報復支給につながってしまいました。以降大差がついている試合での盗塁は記録として認められなくなっています。メジャーでもあった暗黙の了解を破った出来事。暗黙の了解はメジャーにもあります。メジャーではアンリントンルールと呼び、明文化されていない規則を意味します。2021年5月17日ホワイトソックスとツインズの一戦、試合は9回表2アウト、ホワイトソックスが15対4と大量リードの展開。白旗状態のツインズのマウンドには野手が登っていました。打者は新人のメルセデス。カウント3ボールノーストライクからフルスイングしてホームランを放ちます。しかし翌日、ツインズの投手はメルセデスの背中をかすめる危険球を放ります。その後ツインズの投手と監督が退場処分となりました。この場面での暗黙の了解は、点差が離れ勝負がほぼ決まっている試合終盤に打者が有利な
スリーボールノーストライクなどのカウントから打つべきではないというもの。メルセデス選手はただ楽しんだだけ、これが野球とコメントしました。教壇したのはホワイトソックスの監督で、彼は待てのサインを見逃した、大きなミスである、我々は相手をリスペクトしなければならないとメルセデス選手を批判。ところがアメリカ国内では賛否両論、考えが時代遅れ、いくらなんでも敬意を欠いた行動だ、ルール上は何も問題がないなどの意見が出ていました。ちなみに2022年から北海道日本ハムの監督を務める新庄剛志氏もメジャー1年目に洗礼を受けます。当時ニューヨークメッツに所属していた新庄氏はマリーンズと対戦し、大量リードをしていた8回にカウント3ボールノーストライクからフルスイングの空振り、翌日同じ投手との対戦の場面でやり方に報復支給を受けてしまいます。新庄氏はその後北海道日本ハムに入団し日本球界復帰を果たしますが、カウント3ボールノーストライクから打ちに行けなくなりました。メジャー3年間の慣れがあってねとトラウマになっていることを明かしています。プロ野球には知る人ぞ知る暗黙の了解があるかもしれません。暗黙の了解に着目しながらプロ野球などを観戦すると、なぜそのルールがあるのだろうかと一味違った視点で楽しめるでしょう。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。